1979年、高知県でのことです。その後30年以上見つかっておらず、2012年8月に環境省が絶滅種として指定をしました。日本カワウソはコツメカワウソよりも体が大きい動物で、コツメカワウソの体重は3キロから4キロほどですが、日本カワウソは5キロから8キロ、大きいものですと10キロを超えていたと言われています。その姿形からカッパ伝説のモデルになったとも言われているんですね。日本カワウソは絶滅という非常に残念な結末をたどってしまいましたが、今現在も絶滅の危機に瀕している動物はたくさんいます。今後そのような動物たちとどのようにうまく共存していくのか、少しでも考えていただけたら幸いです。それではこれにてお食事の時間は終了となります。この後も館内ごゆっくりご覧ください。ありがとうございました。Thank you.